97.3 ヤード、ドライバーですよね。ドライバーですよね。ダウンスイングの折り方まではもう理解できてる。はい、ただまだこれフェース開いているのと、ね、下に抜けすぎる。肩ぐらいから出てくる、ね、そう、目標は肩なんですよ。ただタイプ的には肩よりちょっと下に抜けるタイプではあるんですが、はい、これはちょっと下すぎるんですね、はいはい、右のズボンのポケットに向かって降りてくるのが左の太ももに向かって右手が降りてるんですよ、はい、でここが置き去りで手が進んでるんですよ。でそれが入ると左側に抜けすぎちゃうんですね。太ももとこう手の動きってこう、まあ、連動してくるような形なんですね。そのままこうグリップをこう引き続けるようなイメージになれば、まあ、正面に向けてくるんですね。キャリーケースのポジション、うまく右手が収まる場所って今右の腰ってここなんですよ。ここにインパクトで入ってないんですね。右胸は下向きで、左胸だけはちょっと目標を向いてる中ですね。そうするとこう回ってるけど開いてないっていう感じになるじゃないですか、はいはい、でさらにダーツの矢っていうのがこの形なんですね。結構押し込んでる感があると思うんですね。そうです。はい、左手合わせてみましょう。頭の下で右の腰がこのぐらい回ってる体勢にならなきゃいけないんですね。このぐらい引っ張られる感じですよ。そうすると右手は体の右側に残るってことなんですね。そうですね。で頭の中心まで手が入ってくるっていう、まあ、グリップの引っ張る動きっていうのが連動するんですね、はい、でそこでもう一個できてないのがテイクバックのあべこべ回線で、今のテイクバックの仕方だとそこに回すと振り遅れる感覚になるんですよ、はい、時にまだフェースが開いてるので、はい、怖いっていうので恐怖が取れないんだと思う。でこの時にもっとこうなんですよ。あでこれがさっきこっち入ってるんですね、はい、割と早いタイミングでなんかフェースにボールを向けられそうな感じしますでしょ。そうですね。で右手だと難なくできますね、うん、じゃあ今度左手合わせてもらって、で今の右手のテイクバックを左手合わせた時にタイプ的にやっぱり左手が小屈型なんですよ。左肘曲げてちょっと山側なんですね、はい、元の癖がこうだったんです。そうなんです、はい、結構まっすぐするのでもかなり違和感との戦いだったんです、はい、普段よりも、まあ、ちょっとアップライトというか、はい、縦に上がる感覚になると思うんですね、はい、ダウンスイングでここなんですよ。だから相当早いタイミングで右手の甲がくの字になってる感覚に。左手ってあのインパクトに向かって引き込む動きと小屈動作、初回か2回目でやったトルクが入りながら左サイドに引き込んでくるっていう動きになるので、このラインの動きと体にこう引き込んでくるっていう動きが必要なんですね。そうするとスペース作った状態から引き上げてくる。左手は違和感ありますけど右サイドは違和感ないとこ入ると思うんです ね、 そうですね。左手はかなりわざとこうしてるイメージが、はい、プロで右手がこうスッと抜けるんじゃなくて、はい、親指が前腕の右に残ったままグッと肘が押し込まれる感じなんですね。あ、そう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 、はい、そう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 、おー、ナイス。今なんか当たり良かったですね。正しくあの、まあ、手が使えてれば勝手に腰も回ってくるんですね、はい、少しインパクトが右サイド右腰で押し込める感じが出てますでしょ、はいはい、こちらは膝腰がとどまって右肩が高いところとどまって、ね、手で当てにいっちゃってる、
だこれはもう上から打ちに行くフォロースルーなんですね、はい、体の正面に向かってだいぶ抜けてくる、だから腰が入って手が正面ですね、こっちは手が体の後ろ、相当立ててあげた感じだったと思うんですけど、これでこのぐらいなんですね。グリップのエンドをボールに向けるってこのぐらいなんですよ、はい、だいぶフェースがここで通る、これでまっすぐ切って、はい、でもまだちょっと下ですね、惜しいって感じですね、はい、まあ、本当はもうこのタイミングで蹴り上がって腰ごと回ってるべきなんですけども、ね、左サイドの引き上げが甘い、はいはい、漠然と自分のフォームを見てて、はい、こう足腰の力強さが全然ないなっていう、はい、なんかグリップ引くときにチューブ使うなんていうのがちょっとあったと思うんですけども、はい、ちょっとチューブが微妙だったんでこんなの買ってきました。なかなか優れもので、でまあこうやって右足に踏んでぐっと引き上げていったときに、はい、さっきで言うと左手がちゃんと腰を屈してくれるんですね、はい、そうですね、でこれこうやって振り抜くとこれは不安定ですから、はい、ずっと先端を右に残したまま引き上げられるんですよ、はい、でこのぐらい先端を残しつつ良い姿勢なんですよ、そうするとこの例の固定グリップの小屈ポジションと引き込む動きと、はい、でこれみんな進んじゃうと左手の甲が折れた、まあ、フリップ状態になっちゃうんですね、このぐらいこうよいしょよいしょってできるかどうか、あ、右足に踏んで、でこれで普通にグリップの形になるんで、これでちょっと引き上げていったときに、はい、左足は伸びてきますでしょ。伸びますね、はい、で伸びてるのが一番引っ張れますね。この方向に力強く引き込めるか引き上げられるかっていう体勢が自分のベストなんですよ。でその中で自分の一番力の入りやすい形を工夫していくんですね。これお腹にも力入ります、はい、そうしたときに左手の甲が、はい、こんな方になっちゃったらちょっと、あ、そうですね、変ですよね。力入らないです、ね、変ですよね、はい、こうですよね。そうです、うん、外押し込む形とサムダウンという形になりますでしょ、はい、こっちに来ないといけないのでこれだと引き込みきってないんですね。そうですね、でこれも引き込みきってない、はい、こうですね。そうです、そこが難しい。さあさあさあ、そうです、シャフトのトルクは変わるけれども腕の右にクラブが残るっていう状態で、今両脇はもう完全に体の正面きますでしょ、はい、よいしょ、そうなります、はい、行きたくなりますよね。右手の角度が溶けちゃいます、ね、お尻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 、そうするともう少し体もちょっと後ろにあった方が良さそうな感じしますよね、はい、うん、ナイス、腹筋が使えてきたなと思ったらいい感じですからね、うん、頑張ったな、はい、で左足で蹴れてないんですね、はい、こっちは左足ちょっと蹴れてるの分かります。そうですね、まあ、こうやって降りてくるときにこういう力のかけ方が入ったんですね、はい、こっちはまだこっち側に向かって流れちゃってるっていう感じですね、はいはい、そうするとだいぶこうお腹の締まったフォロースルーになってくるんですね、はい、そうするともっと飛ばしたいなんて言って思い切ってやったらもっとやりたくなりますじゃん。そしたらもっとおりゃっ、ふわっ、もっと上に向かって力を加えていいですよ、ガッって感じで、そう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 、下へのこの引き下げと引き上げでこう打ってくるって感じですね、はい、よいしょって感じで、どうしても普通にただこうダラ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 って待っちゃいますけども、そうです、ね、はい、強くいかなきゃいけないんで、それですよね、はい、うん、その時にさっきで言うとヒュッて流れないように、うん、だここの動きっていうのが、まあ、手の正面に対して進ませない形なんですね。こっちは進んじゃう、うん、こっちは進まない、そうです、うん、そのこの右手がガッツポーズキャリーケースの引く形とダーツの形と、まあ、全く一致するんですね、うん、あ、今ちょっと叩き感出ましたね。
で今ので113ヤード。力加減ってどのぐらいで振ってます今？いやまだ今形気をつけながらなんで、はい、万振りを10としたら、はい、5、6ぐらい。ぐらい。でこれに今度は叩き型をもっと入れて、はい、引っ張けるようにって感じですね。腰が入ると叩けそうだ。でそのスピードをもっと入れてあげると、はい、やっぱり最初ちょっと形を作っておいてそこにスピードを加えてくるっていう順番なので、はい、最初から万振りとかっていうのはやっぱり良くないですね。そうですね。うん